今日はですね、まあエブリーバーンなんで買ったかっていう話をですねしようかなと思います。どうも山本でーす。今日は今のマイカー、スズキのエブリーバーンに乗っております。なんでまず軽バンを買おうと思ったかみたいなところからお話しようかなと。まあ一応まあ職業肩書きとして自動車コラムニストなんてな乗っております。私でですね、その、ここ、半年ぐらい、軽トラのブームっていうのがすごいムーブメントが来てるなっていうのは感じてまして、軽トラムーブメントの流れに乗って軽トラが欲しいなって最初思ってました。で、それと同時にですね、家族、うちのあの妻ですね、妻の方はですね、まあ、YouTube でいろいろ見たんでしょうね、あの、軽バンで車中泊生活みたいな、車中泊してどっか行くみたいなのが楽しそうみたいな話もしてました。で、まあ、僕の方は、あの、完全にセカンドカー的な意味で、軽トラを買ってっていうふうに思ってたんですね。で、まあ、軽トラプリミティブだから走りが面白いかなとか、で、荷台があるとなんか新しい生活できるかななんていうことを思ってたタイミングで、まあ、家族は家族で、いや、軽バンで車中泊する、軽バンライフなんてどうよという話になりましてですね、あ、じゃあそれは、軽トラじゃなくて、軽のワンボックスの方がいいねと。これです。マニュアルトランスミッション乗りたかったんですね。それは要は軽トラ乗りたいっていう風に思った時に、もうマニュアルトランスミッションの走りを久しぶりに味わってみたいなと思ってたというのがあったんで、もうマニュアルが欲しいと。そうすると軽ワゴンってマニュアルないんですよね。まあ要はエブリーワゴンか、でダイハツで言うとアトレーワゴンになるんですけど、いずれにしてもオートマの設定しかないんですね。で、マニュアル欲しいと思ったらバン買うしかないというのがあったんで、じゃあまあバンにしようというふうになりました。で、K のバンでマニュアルがあるっていうと3台思いつくわけです。3台。まあホンダの N バン、6速トラン、マニュアルトランスミッションですね。それから、これ今乗ってるスズキの MD バン。それとあとダイハツのハイゼットカーゴ。この3つがマニュアルトランスミッションの設定がありますよと。で、N 版はですね、まあ、あの、6速マニュアルトランスミッションというのが非常に魅力的で、なおかつあの、ホンダセンシングもついてるっていうのも、ま、魅力的だったんですけれども、今回の先ほどお話したように家族で移動するって考えたときに、N 版運転席以外があまりにもあの、畳むこと前提で、ちょっと長時間乗るのは厳しいと。そういうのがありまして、で、まあ、軽版他のエブリーにしても、ハイゼットにしても、あの、リアシート厳しいんですけど、リアシートがあのワゴン仕立てに近いクッションがしっかりしたあのグレードっていうのがそれぞれあります。エブリーで言うとジョイン、ハイゼットで言うとクルーズっていうグレードかな。で、それぞれそれがあるんで、じゃあまあジョインとクルーズのマニュアルトランスミッションだったらいいねということで、まずそこまで絞りました。だから家族で使う、マニュアルトランスミッションがあるというふうに絞った時に、まあエブリーワンとハイゼットカーゴに絞られたと。で、エブリーバンに関しては実はですね、あの、9月のマイナーチェンジでターボの方からマニュアルの設定がなくなってまして、ターボ4速オートマしかないと。で、一方でハイゼットの方はですね、ターボでも NA でもマニュアルトランスミッションが選べると。あ、じゃあ、ターボの方が余裕があっていいから、ハイゼットの、クルーズターボのマニュアルトランスミッションっていうのが、まあ、ベストチョイスなんじゃないのと、もう一択なんじゃないのっていうふうに途中まで思ってたんですけれども、中の広さとか、あとはまあやっぱ基本設計がね、やっぱハイゼットね、若干古いっていうのもいろんなところで感じるんですね。で、まあハイゼットはちょっと古いんで、まあ NA でも走るから、今時の K は。まあ正直これ、K 版ですけど、可変バルタイとかついてますしね、DOHC ですし、まあ走るからいいかなと思って、そういう感じで、エブリーバンになりましたと。きつい坂とか登るときに力不足ってのは本当に感じますんで、あーターボの方が良かったかなって思うところはね、ありますよ、正直。で、本当のこと言うとですね、決め手になったのは実はですね、エブリーバンには純正アクセサリーで2段ベッドっていうオプションがありまして、マックス4人が横になれると。で、我が家は3人家族なんで、3人で車中泊しようと思ったときに、やっぱ軽の2台だと3人無理なんですね。で、2段ベッドにすれば、あ、3人行けるなと。で、そのあまりにも二段ベッドの完成度が写真で見る限り高くて、うちの奥方がですね、いや、この二段ベッドじゃなきゃダメだと。
いうのもあって、まあ、エブリィに最後決まったというところはあります。ということで結果的に、このエブリィ版をのジョインの FR の5速マニュアルを買いましたよということになりました。いろんなことをもっともっと報告していきたいと思ってます。今言った2段ベッドね、どういう風に展開して、どういう風に組み立てて、どういう風にセットするのかみたいな話もね、紹介していきたいと思いますんで、チャンネル登録お願いいたします。それと、もう一つこのエブリィ版にする決め手になったのはですね、まあ、納期ですね。まあ、そもそも納期ちょっと長いんじゃないですかって話はあったんですけど、結果的にですね、納期1ヶ月弱です。注文入れてから、納車まで、ちょうど4週間で、納車されてます。もうこの今生産がね遅れてるとかいろいろ言ってる中でですね、4週間っていうのは非常に普通というか、今で言うとすごく早い。通常で言うと4週間っていうのは大体は普通のペースだよねという感じなんですけど、ね、まあ、スズキの軽バン、まあ他のグレードわかんないですけど、少なくともこの注文したこれに関しては非常にスムースに生産が進んでるみたいで、まあ、今このコロナ禍での、まあ、サプライチェーンの分断であるとかですね、まあ、あと、半導体の供給不足とかに伴うですね、生産調整みたいなのがされてるわけですけれども、まあ、エブリィ非常にいい状況なんじゃないかなという印象ですね。まあ、もちろん他の車はわからない。他のグレード、他のケースではどうなるかわからないですけど、僕の場合は、もう本当に4週間で納車されたんで非常に良かったなと、思っております。で、その点についてもですね、まあ、ちょっとやってみないとわかんなかったんですけど、ダイハツの方はもうちょっと納期かかりそうみたいなニュアンスだったんで、まあ、そのあたりもね、まあ、いろいろ決め手になったかなとは思いまーす。はい、というわけでまあ、エブリィ版を買って、まあ、そろそろ1ヶ月過ぎたんで1ヶ月点検をしようかななんていうタイミングですね。今1300キロ超えたぐらい走ってます。まあまあ普通のペースかなと思います。ちょっといつもより早いかな、自分の中では。まあカーライフが変わるんじゃないかっていう期待を持って K の版を買ってます。何がしたいか買ったっていうよりは、これを買うことで、せっかく K 版があるから、あれしよう、これしようってなって、新しいカーライフができるんじゃないかなと。そういうきっかけになるんじゃないかなと思って購入したと。いうのがまあ一応今回の理由っちゃ理由ですかね。はい。まあそんな感じだったんで、実はもう車、これ、買う前2台持ってたんですけど、2台とももう処分しまして、これ1台に絞りました。電気自動車も売りましたし、もう1台福祉車両持ってたんですけど、福祉車両の方も、まあ手放しました。まあ福祉車両もね、まあ年老いた親のために持ってたようなものですから、年老いた親がもういなくなっちゃったのでですね、不要になったっていうのもありますけど、まあ手放しております。というわけで、まあ、それ以外ですね、実は軽バンライフっていうサブチャンネルも作って、あんまり更新してないんですけど、この車ならではの話とか、ライフスタイルを変えていく部分みたいなところでは、軽バンライフの方で、車中泊の話とかもしていこうかなと思っておりますんで、よろしかったら、そちらともどもチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございます。山本慎也でした。